ちゃ。こんにちは。ゆたさん、はい、第2次戦力外通告の選手たちが発表されました。まだ使えるんじゃないかということで。そういうことです。ということで、ゆたさん、まだ使えるんじゃないかという、まあ、いけるんじゃないかという選手をちょっと見ていきたいと思います、はいはい、まずセリーグなんですけれども、はい、ヤクルト、はい、山野投手は一応育成契約になるんじゃないかと、まあね、はい、言われていますけれども、はいはい、その他で第2次だと、近藤投手、はい、鈴木投手、宮台投手、内山選手、内山選手は育成のようなんですけれども、はいはい、こういったあたりの選手が戦力外になりました。しょうがない。あ、もうそこはもうそこはあんま全部が全部こう見てないよ、はい、でもまあ球団が評価するんだったらもうしょうがないね、うんうん、まあまあそこがもうしょうがないと、まあ、そうだね、うん、はい、DeNA、 はい、三上投手から有吉投手、それから三上は使えるんじゃないかと思うけどな、はい、そうですよね、なんかそんな気するんですけれども、故障があったりとかね、はい、まあいろいろしたけど、投げる姿を見てると、まあ、一時期ほどの球の威力っていうのはなくなったけどね、まだやりようによっては使い道はあるかなっていうふうに思うけどね。ということは他球団がもしかしたら欲しいというかトライアウトだったりとか、まあ、そうだね、癖玉だしね、はい、うん、であとは高城選手、高城な、はい、大好き、豊さんが、もう高城はもうとにかくあれを受けなさい、はい、トライアウト、うん、しっかりね、うん、受けて、もう12球団来るわけだから、はい、その評価を知るために受けなさい、うん、そういうアドバイスをしてる。そうですね、はい、で、倉本選手も戦力外通告になりました。まあ、倉本はね、内野ができるから、はい、二遊間がね、うん、だから、まあ、どっか欲しいところは取るんじゃないかなっていうような気はするけど、うん、もう少し貪欲にやんなきゃダメだな、野球に対して、まあ、野球に対してって、まあ、貪欲さあるんだろうけども、はい、まあ、ちょっとガツガツしたところっていうかさ、もうちょっと出してもいいな、うんうん、そのあたりは、うん、そうそう、あと宮本選手、多部選手、はい、まあまあしょうがないね、あ、これはもう豊さんにとってもちょっとしょうがないかなと。阪神です、はい、阪神は外国人選手ばかりですね、はい、イメージはアルカンタラ投手、うん、ガンケル投手、ウィルカーソン投手、マルテ選手からロハスジュニア選手ですね、あとロドリゲス選手、ウィルカーソンはいいんじゃないかなと思うけどね、これあ、まだ先発で、おー、いや、ちょっと打ってくれたら勝てるピッチャーだと思うけどな、あ、じゃあ他球団、いや、まとまってるし、はい、アルカンタラはね、やっぱこうとっちらかるな、球は速いんだけどね、で、ロハスジュニアもあんなに癖があるバッターだと思わなかったな、あ、当初より、いや、まあその欠点がね、はい、露呈してるというか、うん、なんかこう韓国野球でやってる時 MVP を取った時の映像を見るとまるっきり違うんだよね、なんかね、うん、だからやりようによっては面白いかもわからないけどもね、うん、あれだけ結果が出ないとな、飛びにくいな、そうですよね、あとマルテ選手、マルテは体の状態だな、やっぱ足が悪いっていうのはさ、うん、ちょっと難しいかもわからんな、そうですね、うん、あとガンケル投手、ガンケルはまあそうだな、癖玉だけどね、うんうん、まあ、ゲームをちゃんと作ってくれるピッチャーだから、はい、使い勝手はいいと思うけどもね、そうですね、まあ、絶対勝てるっていうようなピッチャーでもないし、あ、そこがちょっと問題ですけど、うん、まあ、でも外国人投手が欲しいって言ってる、もし球団があれば、まあ、そうだね、はい、あとは金額次第だと思うんですけど、ウィルカーソンなんか使えそうな感じはするけどね、お、うん、と思うけどね、俺は、はい、そう、そして巨人、はい、第2次の方では山口俊投手から八百板選手、八百板な、そうなんですよ、あれ八百板選手がと思ったんですよ、まあ、いい番号もらってな、はい、まあ、今年もパッと使われたりとかもいろいろしたけども、うん、やっぱクリーンになるんだね、ですね、もうなんか使い場所がなかったということなんですね、まあ、使い場所がないだろうな、なかなかな、うん、うん、そうですね、このでも二選手はどうですか、他球団が興味示してきたりとか、うん、どうなんですかね、八百板とあと山口俊投手です、まあ、山口俊な、はい、まあ、トライアウトを受けるぐらいの気持ちがあれば取ると思うけど、うん、受けないで、いや、オファー待ってますっていうような、はい、上から目線だとやっぱ取りにくいな、この選手は厳しいですか、厳しいな、うん、いや、置いたな、まあ、使えるとは思うけど、はい、レギュラーとして考えると厳しいな、あ、サブっていうことになってしまいますね、でサブで何ができるかっていうと、まあ、代打に出て3割打てるかっていうと、はい、まあ、そこまでもない、うん、まあ、そうなってくるとちょっと難しいかも、あ、やっぱり、まあ、だけどセンスはいい子だよね、はい、はい、うん、さあ広島ですけれども、はい、中田蓮投手、はい、あとは阿部選手、はい、あと菊池投手、山口投手、田中投手、白浜選手、このあたりが
戦力化受けました。阿部は使えるよな。まだ、うん、でも広島で何がどうだったのかなって。阿部っていうのはすごいパンチ力もあるし、はい、割と3拍子揃ってるような、うん、旗から見るとそうなんだけどね、はい、まあ、特別守備が下手かって言ったらまあまあそこそここなすし、うん、まあ、打つ方、まあ、パンチ力もあるしちょっと教え方によっては良くなりそうな感じもするけどね、はい、だからこの選手なんかは俺は取っといた方がいいような感じを受ける選手だよね。うん、まあ、広島とあの、まあ、合わなかったっていうだけで合わないのかどうかは分かんないけどさそかなんで合わないの、まあ、なんで勝手に合わなくしちゃってピースが合わなかった、パズルのピースのように当てはまらなかっただけで、まだまだやれる選手ってことですよね。いや俺はできると思うよ。じゃあ声かかるのかな、うん、他のチーム。あと中田蓮、中田蓮だからピッチャーのことは分かんないんだよね、うん、故障してるかも分かんないし、あ表にして、だからトライアウトでどのぐらい投げれるかっていうのを見ないとね、はい、なかなか信用できないよね。で中田蓮投手またちょっとツイッター、まあ、削除、ね、とかありましたけど、ちょっと何かあったの、なんかあったんですよ、ちょっと、まあ、広島内部のことをちょっと書いてしまってとか、そう、はい、いろいろありますね。そういうの書くと取りにくいよなそうなんですよね、やっぱさ、なんかそういう性格かって読まれちゃうからね、はい、余計なことしなきゃいいのにね、うん、今削除してるんで、ね、やめるんだったらいいけどな。あ、まあそうですね、現役をやめるんであれば、うん、ただやめるにしても、うん、やらない方がいいな、そういうこと。そうですね、あんまり批判的なことは面白いけどね見てる分には見てる分にはね、見てる分には。ただ球団の印象が、他球団の印象も悪くなっちゃいますもんね、この、まあ、そうだね、取るときにっていう、はい、で中日なんですけれども、はい、桂選手から三ツ俣選手でレビーラ選手、ガルシア選手、この4名です。三ツ俣な、はい、戦力外です。結構使われてていろいろやったイメージがあるけどな、うん、ダメだったんですね。何だったんですかね。いや自分本人がびっくりしてるんじゃないえ、あれだけ使われてたら俺クビみたいな、まあしょうがないよね、うん、まあでも内野手もいっぱいたくさん取ったしね。あ、中日、そうです ね、はい、で、あのキューバから来たレビーラ、はいはい、この人はパンチ力あるし、うん、守備が下手なんだよ、うん、あれなんでこんなに下手なのかなってよくプロになったなっていうぐらい下手なんだけど、はい、まあ守備を徹底してね、うん、やるとまた上がってくる可能性ある。バッティングはすごい、いや、いい、うん、やっぱそうですね、慣れたらいいね、育成ってことなんですけど、はいはい、でも三ツ俣選手はまだどこかでやれそうな感じ。まあどうなんだな、なんかあれどうなんですかね、うん、桂選手もですけれども、まあそうだね、よっぽど困ってないとな、他の球団が。そうですね、うん、こうやって戦力外通告を受けて、あのまだまだやれる選手ってすぐ他球団から連絡ってすぐ来るものなんですか。いや来ると思う。あ、すぐ来るんですね。いや来る来る、それはもう、いやもうあのトライアウトも受けなくていいから、あ、外が落ち着いたら契約しましょう、うん、発表しましたみたいな。それは大体何月頃になるんですか。もう発表、いやいや、もうクビになって公示されて、はい、すぐ連絡、うん、ただ今はこういっぱいこうなんていうの、ドラフトでどうのこうのって、うん、いろんなシミュレーションをしながら、あ、やっぱここしたら欲しいなって、ちょっとあいつに連絡してみとか、あ、そういうことだと思う。あとその12月に控えてる現役ドラフト、はい、その兼ね合いもあるんですか。いや兼ね、まあ兼ね合いがあったらクビにならないよね。まあそうですね、残ってる人間だからクビになったやつ出さないから、まあそうですね、あと他球団が、お前詐欺じゃねえかみたいな言われちゃう。他球団が欲しいってなる場合も、じゃあちょっと現役ドラフトを終わってから、あ、やっぱこの選手取っとこうか、あ、まあ可能性もある、ね、ありますね、でもまあその前にトライアウトがあるからな。そうですね。でパ・リーグなんですけれども、第2次としてはソフトバンクが、あの奥村選手、中村選手、はいはい、この辺りは育成契約を打診ということですね、はいはい、でオリックスがでもあれでしょ、はい、マサゴとかいるんでしょ、クロスとか。マサゴ選手 は、第1次の方ですかね、第1次の方です、はい、でもね、はい、あ、クロス選手は第2次の方ですけど、マサゴ選手は第1次なんで、クロスの方が使えそうだけどね、トライアウトでなってます。だからトライアウトでどっかの球団がってことですかね。なんかまだまだできる選手余ってるんだよね、まあ、余ってるって言ったら変だけども、うん、やっぱレギュラーをもうこの先取れないなと思って、はい、かなということなんですかね。でオリックスが
松井雅人選手、はい、松井雅人、ね、はい、まあキャッチャーだよな、はい、まあ、キャッチャーあそこホームにいるからね、うん、意外とね、そうですよね、で麻酔は一時、そうですそうです、麻酔選手は一時ですね、うん、オリックスは麻酔は使えそうだけどね、まだそうですよね、うん、ピッチャーまあ、現役続行希望もしているので、ね、まあ、そうだろうね、はい、あんまり投げてないしね、今年は、はい、だから疲労もないっていうことを考えるとさ、うん、はい、だから取ったらもういいかなと思うので、ね、中で使えるピッチャーだから、うん、無理して先発っていうことではなくて、はい、まあ日本ハムの時は抑えクローザーとかやってたしね、うん、だからそういうテクニックも持ってるだろうし、はい、だから結構力にはなると思うけどな、そうですよね、うん、そして楽天、はい、ですけれども楽天は寺岡選手もトライアウト、内田選手、岩見選手はトライアウトと現役続行希望、うん、と楽天も第2次で結構パパンと、まあ、そうなんですね、はい、まあ、ドラフトの関係もあるからな、そうですね、まあ、この選手が取れたからもういらなくなったとかね、はい、まあ、そういうこともあるから、まあ、トライアウトを、ね、受ける姿勢があるんだったらもう本当に受けた方がいいし、そうですね、そういうことを12球団も見てるし、うん、はい、まあ、今ね、セ・リーグとパ・リーグちょっと駆け足で第2… セ・ブはあった、セ・ブはね、第2次の発表はないんですよね、うん、佐野選手だけで先乗りスコアラーになるということで、誰、佐野選手、戦力外で先乗りスコアラー、なるほど、はい、それ監督まで出てんだね、辻初彦監督、第1陣で発表されましたそんな発表しなくていいのよ、はい、その名簿に載せなくてもやっぱこの中で辻監督が一番使えるかもわからない、そうですよ、いろんな意味でクラス入ってそうだ、辻監督どっかなあ、はい、まあまあでももう自分はもう疲れたでしょ、もう自分やりきってますしね、まあでもね、名前見て、あ、まだまだやれるなっていう選手もいれば、あ、いるな、はい、トライアウトに出てほしい、でもこうやって名前を聞くとトライアウトが楽しみだね、そうですね、どういった選手たちが、あら、この選手なんでトライアウト受けないんだって、もうそのまま引退しちゃうんだとか、はい、それとも性格的にプライドがあって、うん、トライアウトなんか受けない、うん、待ってるみたいな、そういう選手もいるし、はい、まあ、トライアウトのメンバー早く見てみたいよね、そうですね、例えばトライアウトでヤクルトの、うん、まあ、今度な、はい、投手だったりとか、まあ、今年投げた小澤、はい、もうそうだよね、うん、だからやっぱトライアウトを受けて他球団のユニフォームを着て、それだけじゃなくてやっぱ活躍してほしいよね、これなぜかというとさ、やっぱそういう、こう挫折っていうのは絶対力になるはずなんだよ、はい、でやっぱそういう意地もないといけないと思うんだよ、うん、だから本当によしこの球団で、ね、生き延びてやるとか、なんかこう力になるとか、まあ、そういうことをこう強い気持ちで持ってほしいな、そうですよね、うん、ただ1年間だけ、もう1年間だけ野球やりたいからとか、うん、そういうんじゃなくて、はい、やっぱ目標を高く、この挫折をバネに、うん、力にやっぱ変えてほしいな、そうですよね、うん、まだまだやっぱこうトライアウトを受けてこうブレイクしたやつっていうのがいないという、はい、そうですね、なかなかね、なんかそこのこう、まあ、夢というか壁を越えて活躍してくれる選手が、うん、頑張ってほしい、いいですよね、はい、はい。